ではこれからトークイベントを始めますが、何分不思議な初めての体験でもあるんですけど、兵庫県立美術館で続く展があり、本来ならそこで皆様の前でトークイベントなどできたなと思っておりましたけれども、今日はその東京の私たちの食堂、プークー食堂というところで長岡健明さんとトークイベントをさせていただきます。 YouTube で皆さんがご覧になりながらご質問もできるということなので、また後でお答えできるように何かありましたらどしどしご応募ください。では、長岡さんとの出会いがいつだったか僕ははっきり覚えてなかったんですけど、長岡さん覚えてますか？覚えてません。覚えてないです。意外とこうやってずっと付き合っているとこう いつが出会いだったかっていうことを忘れてしまうものだなと思いましたけど、まあそれは後で思い出したらというところで健明さんも展覧会に行ってくださって、はいはい、東京の方ですよね。そうですね、はいはい、まずその感想などお聞きできたらと思うんですけど、はい、まず続くっていう、はい、テーマが僕らも続くを作るっていう販売の、はい、スタイルを考えたばかりだったので、はい、すごい偶然で嬉しかったし、はい、皆川さんみたいなそのファッションに関わる方がその続くっていうテーマを掲げるっていうのは非常に勇気のいることだなと思いましたし、はい、で服っていう、まあ、ファッションっていやね、そのシーズンがあり短いサイクルっていうかすごい早いサイクルのテーマで、はい、業態としてやられている方が展覧会っていう形でその発表させたことに対してもすごくびっくりしたし、はい、すごく刺激的でした、はい、ありがとうございます。なんかこう長岡さんと僕らだけでなくてなんかこう時代が長く続くとか、うん、そういうことをデザイン業界でもすごく意識するようになったっていうのはやっぱりここ何年かのことかなと思うんですけど ね。ただ僕の片足在籍しているグラフィックデザイン業界はまだまだ全然続くなってないと思います、ね、あ、そうですかね、はい、あとやっぱりその大手家電メーカーさん の、 その家電業界とか、はい、一部ベンチャー的にちっちゃいブランドが現れてますけども、うん、はい、やっぱりまだ続くっていうことに関しては、うん、まあ、そういう意味ではすごいいい刺激になったんじゃないかなと思います。なんかそもそも今日はあんまりこう聞きたいことはそれぞれなんとなく紹介したんですけどきっと流れになっていくかなと思ってますけど、もともと消費っていう言葉だったり、うん、消費者っていう言葉だったり、うん、ある種単サイクルでこう消えていく前提のような言葉がもう、はいはい、うん、固定してるっていうこともなんかとってもそうです ね、 ね、なんか今の社会を象徴してるし、なんかこの呼び名が変わっていく、うん、または消費っていう言葉が違和感があるようになったらまた違うのかなと思うんですけど、うん、でも長岡さんがロングライフデザインっていうその言葉はもうディアンデパートメント始まってからですか？始めて2年ぐらい経ってからですね、はい、最初はデザインリサイクルっていう名前で古物商の免許を取って中古を扱ってたんですけれども、はい、でもその理由もやっぱりその世の中にデザイナーっていう職業の人が新しいものをどんどん出していくと、でその新しくないといけないとか、うん、サイクルがシーズンにちゃんと合ってないといけないとか、なんかそういうところに沿った職業としてのデザイナーっていうのにもすごく堅苦しさというか時代遅れを感じて、世の中にもうすでに発表されたものをデザイナーとして販売するっていうスタンスで、まあ、始めました、うん、その視点がすごくやっぱりこう新しいっていうか、それが何年でしたっけ？2000年ですね。あ、だから約20年、うん、でもそれはその思いは結構前からあったんですか？ありました。35ぐらいの時から、今僕55なんですけど、はい、
20年ぐらい前から、うん、それは皆川さんとちょっと違って、はい、皆川さんはそのゼロから新しいものを生むじゃないですか、はい、で僕はそういう人たちを見て自分には絶対できないと思ったんですよ、うん、でそういう意味でただとは言ってもデザインが大好きなので、はい、デザイナーイコールゼロから新しいものを生むっていうだけじゃなくて、もうすでにあるものをなんか編集したり、はい、見方を変えたり目利きしたりする職業としてものデザイナーっていうのがあってもいいんじゃないかなっていうことで始めたので、うん、才能がないからっていうのが大きな理由です、まあ、そうは思わないですけど、でもそのロングライフデザインって長岡さんがこう編集するまでは意外とそれぞれの老舗がそれぞれでやってて、それを使う人はそれぞれ集めてこなきゃいけなかったんだけど、暮らしの中にこれがあったらいいんじゃないかっていう編集っていうのはとっても新しかったです、うん、まあ今もですけど、まあ昔はやっぱりロングセラーっていう名前があったり、はい、あそれはそうですね、一生ものっていう名前がありましたけど、やっぱりなんか大きなマスメディアみたいな力によって人工的に憧れが作られて、それでみんながそれに憧れたりとかして買うっていうような消費のサイクル、はい、まさにその先ほどおっしゃられた消費者って呼ばれても何ら疑うことなく生活者はいたんですけど、はいはい、だんだんそれが変わってきてはいますけどね、うん、確かに今その消費者っていう言葉と生活者っていう言葉が出てきて、うん、消費者っていうのはあの消費っていう行為をする人だけど、生活者っていうとその生活をしているっていう、うん、もっと広いことになって物の売ったり買ったりっていうことではない範囲になりますよね、うんうんうん、なんかその方がとっても、まあ、デザインする上でもファッション、あなたはファッションデザイナー、あなたはインテリアデザイナーとかっていう分け隔てもだんだんなくなってきてるし、うん、生活っていう視点でそれは作る人も生活する人も同じ目線で物を見ていくっていう風に、まあ、変わりつつはあるんですかね。でしょうね。だから変わりつつある空気を僕らが その方がしっくりくるなって、なんか20年ぐらい前、僕らは25年ですけど、うん、感じ始めてたのか、うん、またはその消費っていうことが行き過ぎていることに対して何か違和感があって、うん、なんか違うサイクルとか違う視点はないかなっていうのが始まりだったんですかね。うんうん、ね、皆川さんの服作りは最初ファッション、はい、ファッションデザイナー皆川明とファッションというふうな見方でしたけど、はい、本当に20年ぐらい前にそのジャパンブランドというか、はい、ああいうその国の政策が、はい、あの導入されてからは産地のものづくりみたいなものとこうセットに、ただなんか僕今日この機会にその皆川さんに1つ2つ4つかな聞きたいことがあるんですけど、その産地のものづくりとそのミナペロホネンっていうブランドのその関わり方というか、プロあの店打ち出し方とか、なんかそういうのってなかなかまだミナペルホネンのお店に行って、はい、これはなんとか産地のこういうものでねっていうような接客はあんまり受けたことがないんですけど、はい、そうですね、それって何か理由があるんですか。うん、一つはなんか産地っていうことももう日本っていう産地でいいんじゃないかっていう思いがあるんですよね。だからあのウールやコットンは、ウールはあそこで、うん、コットンはあそこでっていう、いろいろ日本の中で分かれてるんですけど、うん、でもやっぱりだんだんこう産地という規模感をそれぞれが保てなくなった時に、うん、やっぱり助け合ったりとかこうお互いの持ってるものを、うん、なんて言うんでしょうね、お互いに使い合うっていう方がとっても自然になってきてるので、うん、どこどこで作ったものですよっていうことでもなく、僕らは例えばウールを一宮っていう岐阜県とかで、うん、はい、愛知県とかそういう産地でおるんだけど、仕上げは京都ねとか、また逆があったりとか、なんかそれぞれの産地のいいところを編集して
でプロセスをいろんな産地またぎながら作るっていうことがもうだいぶ前からやっているので、うん、折ったところが産地とかプリントしたところが産地とも言えないっていうか、あ、なるほど、折ったところとプリントしたところは別なところで、うんうんうん、でもそうなってくるともうもともと日本で作ってるっていうことはちょっと大事にしたいんですね。別にそれはあの国産がいいとかっていうことではなくて、そのコミュニケーションとしてやっぱりこうきちんとお互いがただ物を成立させるために作るんじゃなくて、コミュニケーションも含めて物を作るっていうことをしようと思うと、あの国内ですぐ移動ができて直接会えてっていうことはすごく大事だったんで、うん、なかなか自分たちの洋服一着を紐解いてもどこで糸作ってどこで織ってどこでプリントしてとか刺繍してっていうふうに分かれているので、うん、意外とこう特定できないっていうのも実際あるんですね、うん、でもあれですよね、やっぱりその皆川さんの服作りからはそういう語られはしないけれども、はい、着ながらそれを感じる奥行きがやっぱりありますね、はい、そうですね、なんかそれはかなりこうある種こう着る人とか使う人がもちろんデザインというものの出来上がったものを暮らしに使っていく人なんですけど、うん、逆にそのプロセスがすごく細かく分かれているそれぞれの作ってる人の暮らしも作ってるっていうふうに考えると、なんかそこのプロセスはやっぱりこう使ってもらう人の時間と同様に大事になってきて、そこはこうデザイナーたちが作るときにその人たちの暮らしのためっていうことでもないんですけど、その時間をきっちり積み重ねないと、あのただ世の中に出た時のデザインの価値だけを見てはいけないなっていうのをすごく感じて、多分長岡さんが編集しているロングライフデザインもなぜロングライフかっていうと、そのプロセス上の中にあるこう作り方とか精神とかそういうものがやっぱりこう長く使われるための何か魅力がものに溜まってるような気がするんですよ、うん、だからそれは結果的に長いというか、うんうん、ちょうどあのリサイクル業界って20年周期だそうで、うんうん、ちなみに古道具坂田さんから聞いた、はい、アンティーク業界は30年周期だそうで、あの坂田さん曰く30年経ったら人は物を捨てたくなるんだそうで、あ、持ってるものそうそうそう、まあ、飽きるんでしょうけども、はい、その今お話聞いててやっぱり1980年、70年ぐらいってメディアの力が大きかったので、やっぱりみんなそのメディアがあって、大きなメディアがあって、その肩書きがあって、肩書き情報から人を判断したりブランドを判断するような時代だったんですけども、だんだん個人に戻ってきてるような気がして、そういう意味では先ほどあの要するに消費者っていう言葉がありましたけれども、はい、消費者って言われている生活者がだんだんその消費者っていう言葉が嫌になってくるように、うん、デザイナーっていう肩書きの人たちがデザイナーっていう言葉が嫌になってきたりとか、はい、なんかそういうちょっと前だったら作り手とか、はい、使い手とかっていう言い方に変わったけども、やっぱりそれすら嫌になってきて、はいはい、本当の生活を楽しむ個人でいたいとか、はい、本当にクリエーションする一人の人間でありたいみたいなことになっていってるような気がするんですけど、どうですかね。確かにそのなんかデザイナーっていうよりは、デザイナーっていうとなんか物をあの姿にしていくとか、うん、状態にしていくっていう仕事のようなんだけど、うん、やっぱりそのどっちかというともうちょっとその物を使って社会の空気を作る、うん、っていうことかなと思うと、うん、そうそう、単純にその物質を目指して仕事しているっていうことじゃないんだなっていう。そうですよね、はい、昔やっぱりちょっと繰り返しになっちゃいますけど、やっぱりメディアが強かったからファッションが最新のものを自分が着ている、はい、
で、それを着ている自分を誰かが見てくれるっていう状態を、はいはい、まあ、楽しむみたいな、はい、流行を先取りするみたいな。でも今皆川さんがやられているミナペロホネンというブランドには流行を先取りするというよりは、やっぱり自分を楽しむというか、はい、その着て何か自分の心から自分の生活を楽しむみたいな、そういうのあるじゃないですか、はい、なんかちょっと話前後しますけど、そういう皆川さんの服を着た人たちって、あの一種その流行はもういいと、はいはい、なんだったらもうこの今年買ったものを20年も30年も着続けるんだっていう、はい、まあ、それ展覧会のアーカイブ で、ね、はい、非常に楽しく現れてましたけども、はい、あれはやっぱりファッション業界的にはショックな出来事なんですよね。ね、直接あのショックですっていう声を聞いたことはないんですけど、うん、でもその消費っていうことは次を買ってもらうために作らなければいけないとか、新しいものを持ってなければいけないっていう、お互いのなんか脅迫観念みたいなことによって単サイクルになっていったと思うんですけど、でもそれはある種こう気の持ちようっていうか、自分の基準さえあったり自分の視点さえあれば、それはもう外側に作られたものであって、あんまり自分と関係ないっていうふうにありますよね。それがあのちょっと男子と女子の差別の話になっちゃうつもりはないんですけども、はい、やっぱり男子って女性に比べたらやっぱり新しいものを見つけたりする喜びがまだまだ足りない、僕だけかもしれませんけど、やっぱりそういう意味でメディアが作った憧れやいろんなその流行に対して反応してたけど、はい、昔から女性ってやっぱりもうこう自分が楽しいっていう世界を持ってたじゃないですか。だから男の人から見るとそんな派手なブローチをよくつけるねみたいな世界ってやっぱありましたけど、だんだんそれ男子にも現れてきてて、そうやってその自分が楽しいっていうこと、メディアがと関係なく自分が楽しいっていう世界にどんどんなってきてるような気がしますよね。そうですね。そうなると自分基準でその持ち物との付き合い方が作られていくから、まあそれは長いにせよ結果短いにせよ、なんかこう少なくとも他者からの目よりも自分の目の方が比重が大きくなってくるっていうことはあって、それはとてもある種進歩したんじゃないかなって思います。そうですね。その生活っていう意味ではやっぱり自分が持ってる時間の中で何が自分に合ってるかとか、なんかそういうことを素直にこう反応できるっていうことはすごくいいなと思うんですけどね。僕あの趣味がないので、はい、趣味がない、そう趣味がないんです。趣味がないと何かを頼りにしちゃう、はい、そのすごく影響力のある人だったり、はい、メディアだったりっていうのを頼りにしてきましたけど、はい、そうじゃない時代になってきた時にもうまさに今自分を問われるというか、はい、あのうちの親父が35年6年勤続賞をもらって、はい、そのサラリーマン引退して大きな会社だったんですけど、はい、サラリーマン引退した瞬間に自分が何していいのか分かんなくなっちゃうような、なんかそういう状態の人って今いると思うんですよ、いっぱい、はい、でもあの女性にを参考に勉強させてもらって自分も楽しんでいいんだと言った時の服とかの在り方ってやっぱり今皆川さんがやられてることなんじゃないかなと思います、はい、でもそうですね、そのよく定年すると何していいかって思うって話聞くけど、まあそれで言うと僕何もしたいと仮に思わなかったら、きっとその人はもうすでに自分の日々のそれで変になきゃいけないって悩むからまたそれは大変かもしれないけど、自分はそれでいいんだってそれも思ったら意外とでも実は今日のご飯はこれが食べたいなとか、なんかそういうことの積み重ねでも十分その人らしさはきっと出ていていいんだろうけど、僕そこもなんかこう今の働き方改革的なこう話のが出てきた中で
人は何かそういう別の趣味的な生きがいを持たなければいけないっていうのもかえってなんかストレスにならないかなと思って。なるほどね。自分があまりにも趣味がなかったので、やっぱり何もなくなった時に自分はどうしたらいいのかなって思う人って結構いるだろうなと思って、周りの人たちが今だからやっぱり女性は、僕男性なのでやっぱり女性はなんかすごいなと思うんですよちゃんとした趣味を持ってなんか自分が良かったらいいっていう価値観もすごく強く持たれていて、でそれに男性たちが今周りに男性ばかりいるから後で怒られそうですけどなんかそうやってちょっと今までできなかったことをやろうとかっていうようなそういうフェーズに行ってるような気がしますけどね。お店やっててやっぱりそういう男性のお客さんと女性のお客さんの性格がやっぱりかなり違うので、そういうのは時代性だなと思いますね。でも長岡さん結局、まあ、いわゆる趣味っていうのと違うかもしれないけど、結局いろんな考え方から何かこう事象っていうかこう世の中にいろんなこと、まあ、ディアンデパートメントが始まりながら今ホテルのことだったり、結局現象を作ってるじゃないですか、ある種の。だからそれってその日々って何て言うんだろうな、結局はその思考だから、ずっとそれはある種刺激的で楽しいことで流れていて、決してそれがどこか旅行に行って何か美しい景色を見るっていうこととそんなに違わないんじゃないかなっていう気もしちゃうんですよね。そうですかね。まあ自分に自信がないから自分でできることを探し続けてるのかもしれませんけど、自分もきっとこうデザインしてるっていう、そのミナペロホネのデザインしてる時はデザインをしているっていうことだけど、きっとそこから離れたら絵を描いているっていう、そうね、あまり変わらない、あれは全くあれですか、その服作りの想像、作り出す想像と子としてのその創作っていうのは違うんですか。そうですね、テキスタイルのための図案っていうことはやっぱりそれを着る人とか手にする人がいるっていうことは意識して、そこになんかこう向かうってことではないけど、これはどういうふうにこのデザインは使う人のなんかイマジネーションになるかなとかっていうことは想像するんですけど、比較的その展覧会続くの中で総画、新聞、朝日新聞 の、あの日曜日の連載のコラムの挿絵とか川上さんの絵とか、なんかそういう時に出てくる絵っていうのは自分でもちょっと不思議な、またデザインっていうことでもないなっていう気がして、そこはなんか自分の箱の引き出しが違うような気がしてるんですよね。谷川俊太郎さんと作った、ね、絵本なんて、ああそうですね、ちょっとびっくりしました。谷川さんもテレビで、はい、おっしゃってたけど、そうですね、ああいう一面、いや僕も谷川さんのコメントと一緒で、はい、あ皆川さんにそういう側面、はい、B 面があるんだっていうふうにびっくりしましたけど、はいはい、そうですね、あったんですね、ああいうの。あるんですよねあるんだけど、それは自分の中であんまり自覚がなくて、なんかこうパッとした瞬間にこう反応してるっていうか、その朝日新聞の連載の時もその1週間にできたで起こったこととか、またこの自分の新しい記憶の中で感じていることとか、それをなんとなくこう手を動かしているうちに景色になるんですけど、だから時事ネタみたいなことでもないし、ぼんやりと感じている今からちょっと先のこういう気分に世の中が動いているのかなみたいなこととか、こういう気分が今やっぱり必要なんじゃないかって昔の記憶から引っ張ってきたりとか、でもそれはどういう自分の頭の中の
中を通って出てきてるかっていうのは自分でもよく分からなくて、あんまりプランせず画用紙に少しスケッチしてるうちに出てくるんですけどね。それとても不思議ですよね。なんかそういうのってみんなもやっぱりやるべき、要するに民芸運動の直感じゃないですけども、はい、もう何も考えずに何か表現したいときに表現するっていうのは、はい、とても大切なことのような気がします ね、 それをやられてるってことですね、なんかその確かに今言われるプランしてないことを表現していっても、結局は意外とその人らしさ、があったりとか、自分の中に溜まってきたものがなんかこう形を変えて出てくる感じがあるんで、それはなんかいい大事な時間だなと思うんですよ。ファッションの方だといろんなプロセスもあるし、最終的にこうお届けするタイミングも決まってるし、そこでいろいろな人との関わりも考えながらやっていくので、純粋に絵を描くっていう時とまた違う、それがどちらがいいっていうことでもないんですけど、それがね羨ましいですね。確かにそれは、一番人生にとっては楽しいところですよね。そうですよね。ところちょっとところで話し変えますけど、その続くっていうタイトル、僕皆川さんが展覧会をするっていうのは、皆川さんからちらっと聞いた覚えがあるんですけど、タイトルや会場構成やそういうのは全く聞かなかったんですけど、まさか続くっていうタイトルになるとは思わなくて、あれはいつ頃からどういう考え方であのタイトルになっていったんですか？あれは会場構成する種さんとのミーティングの中で、いまだになんか自分が言ったんじゃないんじゃないかと思ってるんですけど、自分が言ったということのようなんですけどね、そのぐらいなんかこう そういうことだよねっていう空気があったんですよ。だからそれをなんか自分がそれをなんかこう言葉に置き換えただけのようで、自分がその前々から展覧会やるときに続くという名前でやりたいって思ってたわけじゃないですよね。そうですよね。そんな感じしました、ね。じゃあ種さんと喋ってる間に引き出されたという、ですね。そんな気がします。そしてなんか続くっていうのはなんかこう意思表示でもないじゃないですか。続くってその言葉だけで言うと、続けたいとか続けますって言ってるわけじゃないですかね。続けるぞみたいなことじゃないから、ある種の状態を言ってるわけで、それがなんか後々大事だったなと、続けたいじゃなかったので良かったなと思います。僕の書斎にの扉に続くってあれ貼ってありますけど、なんかこう毎日続けるぞっていう、そんな感じ。でもなんか結果的に続いている状態だったり、やっていることを、このやっていることがすごく大事で、それは自然と続いていたとか、なんかそういう状態のような感じがして、それが良かったんだなと。展覧会場でも今までやってきたことと同時に、その長岡さんさっき言ってくれた土の部屋っていうのは、今日お客様から洋服を借りて、あれ良かったですね。それでその思い出を書いてもらう、そこには僕ら洋服を作ったっていう事実は僕らのやった仕事なんだけど、あとはもうそれを持ってる人のこと、それがその人の中でずっと続いていたことを展示してるので、なんかそれがとっても良かった。その続くっていうタイトルの意味をなんか表してたような気がするんですよね。あそこの部屋で僕もものすごいリアリティを感じて、今までってやっぱりファッションブランドってああいうことをしなかったし、
どっちかというと自分たちのイメージを発信するけど、はい、来てるお客さんのイメージをブランドが借りるっていうことがありえなかったと思うんですよね。そうですね。そういう意味ではものすごく生々しく何十年経った服だったり、はい、その服を買って卒業式に毎年着ていくとか、なんかそういう物語が聞けるのって、はい、もう新しい服の見方のような気がしたんですよね。そうですね。結局物を作ってたんじゃないんだっていうことを、この展覧会で自分もそのミナペルホネのスタッフも気づいたっていうか、あそうか、記憶に変わっていってるんだなっていう感じ。あの部屋本当になんかちょっと居心地が違っ、空気が違ってて、ああいうことをそのプロダクトデザイナーとか建築の人たちとかやればいいのにって思いましたね。なんかきっと同じデザインでも持ってる人によって全く違っていくっていう意味では、なんかちょっとこう本当に物質っていう、それはそういう意味では工業製品でも手で作ったものでも、それの価値の違いって僕らなんか見てきたような気がするんですよ。手作りですとか、その一点物ですとか、工業製品で大量ですっていうことよりもちょっと上に置いてたんだけど、形の時点ではそれはもうその優劣も比較することすらできなくて、結局それを暮らしの中だったり、その人の持ってる感情だったりがどう捉えてるかしかなんかなかったんだなっていうのがあって、あの部屋ね、本当にもう一回行きたいぐらい、このその皆川さんや皆川さんの仲間たちがブランド発信しているつもりが、着地して来てらっしゃる皆さんがブランドを作ってるっていう、そうなんですよね。なんかそういうことって本当にとっても勇気がいる。ことだなって思いましたね。なるべくそれが長く、その暮らしの中でいられるようなことを作ろうっていうことは僕らの範囲でできるんですけど、それは材料のことだったり、もちろんそこに入っていくクリエーションのことだったり、それがその人の使う人の暮らしにとどまっていられる、なるべくとどまっていたいと思えるようなものを作ろうっていうことは考えられるんだけど、そこからはもう一旦こう離れていって、その持ってる人の中である種熟成していくっていうか、それ面白いですよね。でもそれロングライフデザインで提案しているものたちも結局一緒、ファッションに限らず、あらゆるものが一緒ですね。そうですね、まあ老舗の作るね、京都の老舗の皆さんが作るようなものとか、やっぱりお客さん、メディアをあんまり介さずにお客さんと一対一で向き合って、でこういうコロナみたいな事情になった時にもやっぱりそのお客さんとつながっていたから自分たちは助けられたみたいなことをよく聞きますもんね。結局はやっぱりそのメディアの力もすごく重要ですけども、まあ、メディアの力も一時期のメディアとは違う動きをしていかないといけないと思うんですけども、やっぱりその作り手と、作り手っていう言葉も好きじゃないですけど、その使う人たちのここのつながりの仕方もだいぶ、そういう意味ではその例えば路面店の在り方とかも変わってきますよね。そうですね。路面店はなんとなくその物と出会う時の体験、やっぱり最終的にも長く持ってる時に積み重なっていく記憶とか、そういうものと、もう一つこう出会ったきっかけとか、その瞬間っていうのはとても強烈だし、なんかそこの場を作ってるんだなっていう気がするんですよね。ね、まあ、あるブランドがリピートするのはネットで買えばいいと、でもやっぱり出会うのはお店で接客してくださる店員の方々から、
いろんな話を聞きながら出会った方がいいっていう、はいはい、まさに今おっしゃられた出会いみたいなものって重要になってきますよ、はいはい、うん、そう思うとなんかこうそれは大きな変化で、さっきの消費っていうことも含めてこう、うん、売り買いっていうこととまたちょっと違うことなんだなって気がするんですね、うん、そうですね。我々も僕のお店はネットに力を入れているつもりはないんですけど、はい、まあできないっていうのもあるんですけど、はい、やっぱりそのグラフィックデザイナーとして紙媒体にが大好きでこだわるみたいな、なんかそういうそのいつの時代も変わらない、うん、その業態やメディアの質感みたいなものはすごい好きなんですよね、はい、それはなんかいろんな人たちが新しい表現をしていく中で変わらないっていうものを続けていくっていうことも一つあるかなと思うんですね、はい、うん、改めてそういう紙とかそういうものっていうのはこうどうしても世の中が偏ったベクトルに触れすぎちゃうっていうことはこの何十年かあると思うので、はい、うん、利便性とかその合理性みたいなことで、うん、あの偏っていくことを、それもデザイナーがバランス取る役割はしなきゃいけないかなっていう気がするんですよね、うん、大変ですね。大変ですね。大変です。、うん、この前そう今おっしゃられたそのいろんなそのデザイナーがこれからどうなっていくか、はい、考えてた時にやっぱりそのデザイナーとしての専門職以外にそのテクノロジーみたいなものとか法規みたいなもの、法律ですよね。だからその一級建築士とかが国家資格がいるようにデザイナーとかグラフィックデザイナーもそういう資格がいるぐらい難しい責任のある仕事に変わっていくと同時に、一方でやっぱり自由に広がっていくっていう、なんかそういう二極になっていくような気がしますね。なんか資格がいるとしたらそのものを作るクリエーションの能力だけじゃなくて、それがどのような社会的な影響とかそういうことを読み取れるかっていうことは結構大事なあの役割の部分かなとは思いますよね。そうですね。もう一個聞きたいかと、聞いていいですか。はい、あの新聞社と一緒に美術館っていうところで発表するということは、漠然と考えるとすごく自分だったらねすごくあのワクワクするし、すごく大きな規模のことをあの大きく発信するみたいな感覚でいるんですけど、実際そのあの展覧会を見てると小さなテーマのことがいっぱい集積をしている。でその聞きたいのは、美術館っていうメディアを使ってファッションデザイナーとしての皆川さんがやるときにどうだったのか、最初おそらく美術館側からオファーをいただいたと思うんですけど、その時に最初にどう思われたのかっていうのを聞きたいです。僕らは5年前に長崎県立美術館でも皆かけるっていう展覧会、東京でスパイラルでやったんですけど、なんかとってもあの自分たちにとっては方法論として伝えるという方法論とした心地がいいなと思ったんです、うん、それはファッションがある程度なんて言うんでしょう、そのビジネスとつながりすぎた発表、うん、ファッションショーみたいなことで言うと、それはどうやってそのものが売れるためにイメージを作れるのかっていうなんかこう道筋があったんだけど、展覧会っていうことになるとそこからもうちょっと離れて、関心のある人が自由に見れて、ショーのようにお客様を呼んで、自分たちが呼びたい人を呼んでではなくて、不特定多数の人に見てもらうという場を持つことで、なんか自分たちのものっていうのはどのように映ってるのか、それを持つ人だけじゃなくて関心のある人にとってどう映ってて、それはどんな関心なんだろうっていうことが自分たちも知れるっていうことはすごく大きいですよね。なるほどね、はい、そうですよね。好きなだけ、まあ、
あの時間は限られてますけど、あ、そうですね、ずっといることができますもんね、はい、で、まあ、展覧会ってすごくそう自分たちがこうしてきたっていうプロセスとか考え方を展示できるので、うん、なんかそのそれをもう見る人に委ねられるっていうか、うんうん、あの特に今回に続くにしてもこういう印象を持ってもらいたいって意図はあんまりなくて、25年やってきたことはこういうことでした、うんうんっていうことと、そのそれをした結果25年で分かったことっていう、ずっとそのまあもともとよくいろいろ紙面でも話してるのであれですけど、100年続くと、せめて100年続くといいなと思ってたことが、最初の数年や10年ではそれがどういうことなのか、どうなっていくのかっていうことが分からなかったことが、25年経ったことで前よりは少しこう輪郭が見えてきたっていうことがあって、その輪郭が見えてきたぐらいのことをあの見てもらおうっていうことだったんで、それをなるべくその完成品っていう一側面じゃなくて、作っていくプロセスとかそれに対しての考え思考の部分だったり、普段洋服で思考の部分を伝えきれないので、どういう思いで作られたかっていうことを伝えられるっていうこと、もちろん最後にそれは結局物を作ってたんじゃないっていうことを自分たちも見る人も知るっていうか、なんかそれはすごく良かったんですね。ね、あれ大変でしたでしょきっと周りの方が大変だったと思うんですけど、大変ですよね、あれ、はい、あの皆川さんも僕もその宿泊施設をやってるじゃないですか、はいはい、僕はあの今年の5月運営してますからね、はい、あのオープンさせたんですけども、はい、なんか今の話を聞いてて、はい、やっぱりその時間、はい、例えば、企業からブランディングの仕事をもらって半年かけて一つのシンボルマークやいろんなものを開発して手渡す、はい、でそこから先の時間もあるんですけども、はい、なんかそのホテルとかあのなんていうかお店って時間がすごく短い、はい、あホテルじゃなくてお店とかってすごく時間が短いので、はいはい、その時間の短い中で表現するのと24時間自分の世界を、うん、見せるのとやっぱりちょっと違うじゃないですか。そうですね、でそういう意味ではあの美術館の展覧会を見てると、うん、あのミナペロホネのお店に行った時のとは言っても 2時間も3時間もいらっしゃらないですよね、はいはい、そうですね、まあ、例えば30分だとしても、はい、でも美術館には半日とか入れますよね、うん、そういうのってすごくなんか勇気がいるというか、はい、大変だなと思うんですねホテルもやっぱり確かに最終的に寝たら終わりじゃなくて、はい、寝た人もまた起きたりとかしますから、はいはい、なんかその時に何が対応できるかっていうところがまたそのブランドにもかかってきますし、うん、そういう世界にちょっと似てるんじゃないかなと思うんですけど、なんかあのものを作りながら結局は自分たちはある種ホスピタリティを作るっていうことなんだろうと思うんですよ、うんうん、洋服っていやこういうものだったら使い勝手って結局ホスピタリティ使いやすいかなって考えるとか、あのそういうことだと思うんで、そこから形が生まれてくるから、なんかそれを宿っていうのは行為も含めてあの作っていくっていうことかなと思うと、宿の魅力っていうのはそういうものだけでは完結しない、もっとその時間と空間の中にあるこうホスピタリティ、うん、喜ぶものが生まれるっていうことを多面的にこう考えられるっていうのはすごく楽しいですよね、うんうんうん、僕もやってみて、はい、あの働いてる方々に何かその、はい、例えばこういうふうにお授業しましょうって教えるときに、はい、
やっぱりその世界観とか考え方がないと、なぜそうかっていうことが説明できないっていうことに気づいて、で皆川さんってこういうその食堂とかね、ここの名物は何でしたっけ？名物ですか？カレーも美味しいです。スープも美味しい、ね、はい、だからミナペルホネンっていうブランドはファッションブランドのようで、はい、でもスープにもその考え方が込められてるわけじゃないですか、はい、そのスープと服と同じ考え方が込められてるっていう意味ではそれをこう感じられるのはすごく面白いし、はいはい、展覧会でもそれは感じられるし、はい、そういうのって大変ですよね。確固たる世界観や考え方がないと、皆、うん、はい、川さんも働いてる皆さんに、はい、なぜカレーかみたいな説明ってやっぱりできるわけじゃないですか、はいはい、そういうのすごい楽しいけど大変だなって思います。そうですね、でも本当にものや方法が変わるだけで、うん、考え方さえ一緒だったら、うん、全部が同じ言葉でも説明できるっていうこともあって、ね、はいはい、なぜカレーか、この材料が体を助けるから、うん、そして作る手間はこうやって時間を構築していけば美味しくできるから、うん、みたいなことが、このシルクや麻を選ぶように玉ねぎやじゃがいもを選ぶし、うん、それをどうやって調理するかっていうのはどうやって折るかっていうことだったり、うん、それをどう盛り付けるかが図案だったり、なんかそういう全て同じことをしてるんだなと思うし、うん、それが同じかっていうことをちゃんと見なきゃいけないっていうことはあるんですよね、うん、そうですよね、はい、前に皆川さんと話してて、皆川、はい、さんが おじいちゃんになって引退したら、はい、ミナペルホネンをどう続けていくかって、はい、これも続くですけども、はい、話になった時にこの考え方があれば、はい、どんなブランドかっていうことは続くっていうお話されてましたね、はい、本当にその一本こう選択する時の軸さえあれば、うん、全部一緒だなと思うんで、うん、だからこういうデザインをしましょうとかっていうことはあまり必要がなくて、うん、こういう考え方をしましょうだけあれば、うん、それが社会のいろんな変化によって、うん、その考えをもとに判断できるだろうなと思うんですよね、うん、すごい。でもそれも大変なことですよね。そうですね。でもきっと僕の考えはきっとっていうか絶対に、うん、未完成なはずなので、ああ、なんかそれをベースにどのくらいこう磨いていくかっていうことはあると思うんですよね、うん、きっとまだ切り出した木みたいな、うん、まだですか、荒っぽい感じはあると思うんですよ、うん、もう25年ぐらい経ってます、ね、うん、それをどのくらいこう削ったり磨いたりしていくのかっていう、うん、その磨き方はどういう方法がいいのか、うん、最後は 手の肌触りで決めていくみたいな、うんうんうん、そんなことさえ伝わっていればいいんだろうなって思うんですよね、うんうん、ね、そんなこと考えていらっしゃったっていうのをびっくりしましたけど、うん、そこはなんかこのブランドの面白い、あ、僕が始めたので、ある種そこは始めた人間のご褒美だとしたら、うん、なんか自分が思ったことを自分が終えることで次の人に、うんうん、つなげられるし、そのまま続くっていうことを体験できるっていうのはすごい面白い。あ、頭の中で浮かんだことをこうやって25年続けてきて、それがどうやって他の人たちによってまたこう変化していったり続いていくのかを知れる、うんうんうん、まあ賢明さんも一緒だと思うんですけどね、はい、僕は僕が死んだらもう終わりですけど終わらないじゃないですか終わる、僕はどっちかっていうとそのロングライフデザインという考え方が、はい、あ、まあそういう意味ではそうですね、はい、ロングライフデザインという考え方が世の中に残ればいいかなって思うんですけど、うん、まあでもこの日本ってやっぱりすごい
勉強熱心な民族だなと思ったのは、この20年間で本当に急激にもう同じ人種かっていうぐらい変わったと思うんです。あの20年前は直して使おうなんて言ってなかったですから。でもうこのコロナの苦境を逆手にとって、あの自分たちで制限、いろんな制限の中であの解決しようっていう、すごく勇気や努力もあったし、すごいですよね。まあ美術館のトークショーはあのモバイルになっちゃいましたけど、そうでもこうやってあの場所、その場所じゃなくてもできるかもしれないとか、意外とこうやったことないことに対してそんなに抵抗感がなくなったっていうのはこの数ヶ月であるんじゃないかなって、ないよりマシだよねとか、やらないよりマシとか、なんかできることが限られてるけどやめてしまうことはないよねっていう空気があるんじゃないかな。そうですよね。あの展覧会の会場でやるにしても、こうやって配信するにしても、メッセージを伝えたい、聞いてもらいたい、共有したいっていう気持ちの根っこは変わらないですもんね。もちろん目の前で 目があってっていうことの温度が足りないかもしれないんですけど、でもじゃあやめとこうってしないっていう、そのお互いに聞こうと、今日聞いてくださってる方も話している自分たちも、なんかそれはあのそういう空気が生まれたからこういう場もできたし、なんかそれをどうやって今度はできる限り温度を持ったりとか、あの意思が伝わるようにしようっていうことはきっとこれからまた出てくるんだろうなと思うんですけど、皆川さんはあのミナペルホネみたいなブランドが多分どんどん生まれてると思うんですけど、それはどう思われるんですか。それはある種模倣っていうことではなくて、考え方の共感性だとすると、それは一番理想的なことで、自分たちが唯一その考えを持っているよりも絶対的にいいと思ってるんです。だからできれば、まあ自分たちがじゃあ理想してるかっていうことではないんですけど、でも作るプロセスについての考えとかが、もし過去よりもよりお互いにいいことになっていくなら、どんどん広がってほしいなと思うんですよね。実際広がってますか。だと思うんですけどね。まだもしかすると具体化っていう点では少ないかもしれないですけど、意識としては、またはそれが普通だというなんか感覚っていうのはとても広がっている。特にこの展覧会でも見る方がそれを共感してくださるっていうことは変わっているっていうことなんだろうなと思うんです、そうですよね。あの自分のスタイル、まあ、未来のスタイルの参考にされている方もいっぱいいらっしゃいますし、ただ単純にミナペルホネのファンの方々だけじゃなくて、ファッション業界ってこれからどうなっていくんだろうっていうことを見る一つの大きなヒントにもなってます。そうですね。あの僕の大好きなブランドで、マトウっていうブランド、あるんですけども、マトウの彼らもやっぱり、ごめんなさい、なんかそのアプローチがちょっと変わってて、そうですね、ああいう人たちがこう何個か集まり始めると、やっぱり一般人としてのその生活者としてのその価値観みたいなものの見方ってすごく変わっていくじゃないですか。で今までのそのマスのに向かったファッションのあり方に対してもちょっと疑問抱き始めたりとか、そういうのってすごくいいですよね。そう思います。マトウさんたちも一つの、あの新しいジャンル作ってそれをずっと継続してるっていうこと。あのそれは僕自身より一回りぐらい年齢若いかなと思うんですけど、
それより当たり前に感じてやってらっしゃるかなと思うんですね。うん、皆川さんの影響とか、ね、いや受けたんでしょう。自然発生的にきっと、うん、感じてるんだと思うんですけど、うん、なんかもうすぐ終わりになってしまいそうなんですけど、うん、ここで一回ぐるっと振り出しの方に戻って、その消費っていうことで言うと、うん、はい、すごく短サイクルだったから、うん、まあファッションは特にセールみたいなことって起こってたんだけど、はいはい、だからあの物の最初に提示された価格の半額ですよっていうこと、うん、そしてその代わり今シーズンの服ですよ、うん、来シーズンはもう古いものですよっていう流れがあったわけですよね、うんうんうん、それを両方です。それを作る人も着る人も両方で容認してた流れなんだけど、これが本当に自分の大事なものは長く着よう、すごくシンプルな計算で言うと、今年だけですよっていうものが2年着たり10年着たりすると、言ったら2年着ただけである種半分のことになりますよね。そうですね、うん、それが10年とか20年とか着ると、うん、それはセールとかじゃなくても、うん、このものを自分が大事にしようと思ったら、うん、大概のものは適正な価値になっていくし、うんうん、わざわざ、うん、せっかく作ったものを半額で、うん、しかもそれは短い期間しか着れないってお互いに縛りを作るんじゃなくて、うん、やっていくといいのになっていうことが、なんかこれから社会でより普通になっていくと丁寧に作れるし、うん、長く愛せるしっていう、うん、なんかどっちもこう気持ちのいい循環ができるから、うん、速度を落とすっていうか、うん、それはすごく今大事になっているなと思うんですよね。デザイナーのね、デザイナーの仕事のやり方が、デザイナー自身がそこまで変えられたら、はい、世の中は本当に変わりますよね。そう思うんですよね、うん、まあ、お店も変わっていかないと思います、はい、いけないと思いますし、はいはい、今日初めての体験なので、このトークイベントが皆様にどのように映っているかということは、お顔を拝見できないので不安なところもありますけれども、今日ここで話したことから、今ご覧になっている方からご質問をいただけるという時間を少し取れればなと思ってますので、うん、それをご紹介いただいて答えていきたいなと思います。今ちょっとそのご質問を選んでいただいて、一つが、お二人が特別な日に食べる料理は特別な日はまず何ですか？特別な日はあんまないですね。長岡家は誕生日もクリスマスもやりませんので、はい、やりますよね、きっとね。誕生日そんなにしてないです。そうですか。もうこの年になったらね、うん、特別な日ね、うん、意外と結局その食事のために避ける時間がたくさんある日っていうのは、うんうん、食事にとっては特別ですよね。なるほど、なるほど、そうですね、はい、うん、そんな時は皆川さんたまに誘っていただくじゃないですか、はいはい、ああいう日は特別な日ですね。ああ、うちに来てくれる。そう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 。ああ、それは僕にとってもそうですけど、確かに自宅に友人が来てくれて、うんうん、その料理を何が好きかなとか、これが今美味しいかなって作る時間が特別っていうのはありますね。特別な時間を自分で友達を呼んで作るみたいなことがなんか増えてるような気が、はいはい、しますね。そうですね。で、特別になったから、うん、じゃあ何作ろうかとか、皆川、うん、さんのお家に呼んでいただいた時も、あ、皆川さんこんなに料理するんだっていう料理好きですよね。そうですね、うん、
そういう意味で何を食べますかっていうことで言うと、それもある種こう初めてのレシピ、うん、これって意外と美味しいのかもって思いついたことをやるのがすごく、昔なんか特別な日は特別なお店に行って、はい、特別なワインを飲むみたいなことだったような気がしますけど、はい、贅沢っていうこととちょっとつながってたかもしれないですね。なんかその対価的にもお金としても、うんうんうん、そうですよね、はい、そういう意味で今喋っててちょっと自分でびっくりしてますけど、はい、やっぱり変わってきてるんですかね。変わってますよね、うん、お金じゃなくて、うん、そこに持ってる時間がどうなのかっていうことですかね、うんうん、もう一つ、はい、感動した映画や何度も見る作品はありますか？ありますあります。何ですか？ありますよ。僕あのドキドキするの嫌なんで、はい、次の展開にドキドキしたらもう映画見たくもう途中でやめますもんあの安心して感動できる映画を何百回と見ます。それは今教えてもらえるんですか？例えばいやたくさんありますけど、うん、グッドモーニングベトナムとか ああいうそのロビン・ウィリアムスが好きなので、はいはいはい、彼が出てくる映画なんかはもう本当に毎回見て、はい何かありますよね。僕はそうですね、Life is Beautiful は何度か何度見てもいいな、うんうん、ね、いいですよね、うん、好きな映画だなっていうのと何度もう見るっていうのとまた違いますね、うんうん、ちょっと、はいうん、あの何でしたっけ、タイム誌があの舞台の、うん、なんていう映画でしたっけあれ、タイム、うん、ライフ、ライフ誌だ、はい、ああはい、あの映画ももう60回ぐらい見てるけど、あの途中にすごい感動的なシーンがあるんですよ、はい、もうそれが見たくて、あのそれを見るまでに多分1時間ぐらいかかるんですけど、はい、早送りするわけにもいかないので、あちゃんと見るんですね、はい、そこを見たらあのやめますけどなんかそういう見方しますね。他なんかありますか？他は何でしょうね、あ幸せの黄色いハンカチとかなんで意外だ意外です、そういうのも見るんですね、はい、まあそのなんか今見れば余計にそれぞれの人たちの若い頃の感じも新鮮だし、うん、でもやっぱりあのなんかストーリーもすごくいいな、うん、それと映画を撮ってる時のきっと周りの空気感っていうか、うん、その当時のなるほど、うん、こういう感じだろうと、はい、あなんかそういうのも含めて好きですね。はい、辛い状況、次いきます。辛い状況に立たされた時どう気持ちを立て直しますか？どう立て直しますか、うん、辛い逃げますね、まず、うん、逃げてしまって、はい、4日ぐらいどっか行って、うん、その間に考えますね。それ一番いい解決かもしれないですね。あ、そうですか。その間になんかこう少し空気としてはこうリラックスできるじゃないですか、うん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 、その場にいて何か緊張するよりも、ね、うん、あよくあの喧嘩したら一晩置けみたいな、はい、それとちょっと似てますけど。あ確かに。皆川さんはどうですか？そうですね、自分もそれをあまり大ごとにしないようになるべくこう俯瞰するっていうか、うんうん、それはそんなに大したことじゃないんじゃないかっていう思い思うようにする、思うようにしてる。そしてきっと時間とか何かしらのきっかけが解決するんじゃないかっていうふうに自分では解決策が見えない時とかはきっと何か今自分には分からないことが解決に向かわせるきっかけになるんじゃないかっていうふうにちょっとこう待ってしまうっていうか、あ待った結果解決さ、あそうですね、あ皆川さんもあれですか？僕あの完全な運命信者で、はい、あの偶然はないっていうやつなんですけど、
なんかこう降ってくるのを待つじゃないですけど、はい、何か起こることを待つ、待ってるわけじゃないんですけど、はい、なんか起こるんですよ、はい、例えば注文したメニューが一向に出てこないとかあのそれあのいい兆しなんですけど、はい、あ、そうなんです。そういうのがおこれはすごくいい兆しだと思って、そういうのないですか。確かにその偶然と必然ってどういうふうに分かれてるのかなっていうと、うん、単純にその偶然っていうのは必然性を自分が分かってないだけの状態なんじゃないかと思ってはいるんですけ ど、 なるほど、ね、うん、でそれと今ので言うとケンメさんその必然っていうふうに結局引っ張れるっていうことかもしれないですね、うん、そのあ、うん、そうだといいですね、うん、何かしらあ、それは必然だったんだなっていうふうにいろいろな出来事を結びつけることができているから必然化できる、うんうん、あ、なるほど、偶然の必然化みたいなことが、すごいポジティブですね次は、はい、一番好き大切な言葉、おっと一番っていうのがつくと容易に、これこの質問コーナー今までのことと全く違う感じが聞けなかったことを今聞いてくださってるんです。前半の頑張ったトークが最長ですかそういうのも一つあったら、ではその間ですちょっと考えておきましょうか。もう一つ、はい、あ、これ面白いよ。デザインと編集の違いとは。うわ、難しいけど、僕は聞きたいですね。ケンメさん、いや僕も聞きたいですけどデザイン、でも どっちも似てる、はい、同じような気もしますけどね、はい、あの僕はゼロから、先ほど申し上げた通り、はい、ゼロから新しいものを生むっていうことに不得意なので、そういう意味ではそのあるものを、まあ、そういう意味では編集、あるものに見方を変えたりするっていう、はい、でもそれもデザインっていう言い方で呼びたいなっていう気持ちがあるので、うん、そういう意味では同じかな、はい、そうですね、今となっては確かに同じような気がしますね、うん、でも、前だったら、うん、その編集っていうのは場を作るっていうことだったり、うん、そのもののある場所を作るっていうこと、うん、はい、かもしれないし、物がどういうふうにその暮らしに関与していくのかっていうことを考えるっていうことで、デザインっていうことが物を作るっていうことのように分かれてたかもしれないんですけど、今はそれはあの切り離せないんじゃないかっていう、その場のために物を作るわけだし、作るっていうものは何かこう場をもうすでに想定していたり想像してるからできてるっていうことで言うと、うんうん、あの順番がどっちかわからないけど、どっちもないと成り立たないっていうことはあるんじゃないですかね、うん、そうですね、これもやっぱり時代が変わったっていうことですかね、はい、そうですね、うん、はい、お互いのすごいなと思うところを教えてください。答えづらい、気恥ずかしいいや、すごいな、すごいな、すごいなは、まあ、長岡さん、ディアンドデパートメントは20年って言ってました。はい、そうですね。あ、僕もっと長いと思った。あ、そうですか。そして、まあ、その一番は僕お店行った時、やっぱりきっと当初特に始まった頃みんな驚いたと思うんだけど、紙袋がみんなのリサイクルだったりとか、つまりその世の中に結構本当に当たり前なことっていうのをすごくこう軽く飛び越えてる感じっていうのがすごくあって、それはあの軽くこなして、こなすじゃないな、そういうものに対しての先入観とか、先入観って結局なければ本当に自由なのに、うんうん、いつの間にか出来上がってるもの、うん、はい、そうですね、でもそれを
やっぱりないんだよそんなものはっていうふうに、うん、今はそういうことは必要ないんじゃないかっていうことをさらっとこう実践していく、そうですかっていうところが、うん、まあ本当にあのショッパーの考え方って本当になかったんだなと思う、うん、まああれがいろんなことに派生してると思うんですよ、ね、そうですね、うん、あの、うん、トートバッグとかもそうですね最近も、うん、僕皆川さんはまあいろいろあるんですけど、世界観の作り込み方が代官山のお店かなんかにいた時に床が川だったんですよ。川床に引いていいんだみたいなとか、前になんかこう飲んでた時に世界観の話やっぱりなって、わざわざ行くところは世界観も作り込んだ方がいいよみたいなことをアドバイスもらったことがあったんです。上からです。いやいや、ありまして、なんかやっぱり世界観の作り込み方が、まあここの食堂もそうですけど、やっぱり一つ一つ大切にしている、でそれをみんなでやって一つのブランドなりを作っているっていう、あのブランドの作り方の本当に基礎中の基礎みたいな、その作り込みをすごい細かくやられているのがいつも感心します。あの DM とか、DM とか、はい、グラフィックデザイナーなので届くと、うわこれはみたいな、どっから開けるんだろうみたいな、なんかすごい感動しますね。なんかこうやっぱり生み出すっていう仕事って生み出しちゃうわけなんで、それに後悔したくないっていうことは絶対的にありますよね。だから可能な範囲は全部やるっていうことは、特にお店なんかは覚悟としてはずっとやろうと思ってるので、ずっとやるものに何かこう あしとけばよかったっていうことを残さない、考えうることは全部やろうっていうことはなかなかできませんが、そうですかね、思うんですよね。また来ましたよ。お二人のお店の接客が素晴らしい。接客で一番大切にしていることは。ありがとうございます。接客は毎回でももっとこういうことができたらなとか、もっとこのタイミングで気づけたらなとか、それはもう一番デザイン以上に瞬間でこう動いていってしまうことだから、毎回自問自答するし、ああうまくできていないなとか、さっきのホスピタリティっていうことを満たす場所だとすると、あもっと自分たちが気づけることがあったのになっていうことの繰り返しで、じゃあ次はなるべく気づけるようにしようっていうことを、なんかトライアンドエラーの連続がとっても細かくある場所だなと思いますね。皆川さんのところ厳しそうですもんね。厳しい。後ろにスタッフいる。うなずいてます。でもやっぱりその物以上にある種記憶に残る、レストラン行っても美味しいことは分かるけど、惜しいってことは分かるけど、あのお皿は何が乗ってたかなは消えてしまうんだけど、あの時にサービスを受けた時の記憶はとても良かったなとか、嬉しかったなとか、それが何か丁寧っていうことだけじゃなくて、お互いにこう通じたかっていうことをもっともっとしたいんですけど、そこはこれから自分たちが物のクオリティと同様に見ていくところだろうなと思うんですよね。ね、皆川さんのお店に行くと気持ちが スッとしますもんね。そうですかね、はい、でも、そこの部分はまだお褒めいただいてありがたいと思いながら全然足りてないので、ちょっと恥ずかしいというか。そんなことないですよ、全然足りてないっていうとスタッフを悪く言うようでそんなことではないんですけど、自分ができ思いつくことが足りてないっていうことなんで、いただいて、はい、さっきの最終的に、はい、
好きな言葉とかを忘れちゃダメですよ。好きな言葉を大切なこと。あ、思い出しました。はい。はい。うん、はい。はい。もう少しじゃあ続けてよろしければ続けさせてください。うん、というところの質問で、うん、続くために一番意識していることは。おこれはやっぱりリアルな市場を読んだりとか、うん、あんまり言いたくないですけど、はい、今どうなってるか、はい、世の中がどうなってるか、はい、例えばお花を売ってる会社がのライバルが他のお花の会社じゃないじゃないですか、はい、お花のライバルはワインだったり、うん、なんか旅行だったりするわけじゃないですか、はいはい、市場を見ないと、はい、という意味ではうちみたいなガラクタ屋ですけども、なんかそういうやっぱりそのいろんな雑誌見たりいろんなニュースを見て市場を見ながらぼやっとだけど答えを出すみたいなことは続けるためには重要だと思いますけど、はい、確かにその人にとっては別にどっちのデザインかを選んでるんじゃなくて、うんうん、このデザインと別の何か喜びをどっちを選ぼうかっていうことですよね。確かに、うん、どうですか続けるために、うん、そして結局それが嬉しかったら、うん、その嬉しさへの期待っていうのはまた次もあるわけで、うん、だからそういう意味ではそういう嬉しいっていうことを感じてもらえるものかどうかっていうことをひたすら考えるというかひたすら考えるっていうのは、でもそれはご希望に沿うっていうことではなくて、うん、こういうことは嬉しいんじゃないだろうかっていうことを考えるっていうことが仕事かなと思って、うん、リクエストに応えるっていうことではないんだろうなと思ってるんですけどね、うん、でも美味しかったらまた行きたいし、まあそうですね、なんかそれと一緒な感じがしますね、うんうん、でもそれとなるべく自分たちがプロとして提供するものだから、プロとしての、うん、こうできる限りを、うん、とにかく惜しまずやるっていうことしかなくて、それが良かったらまた選んでもらえるだろうし、うん、っていうことですよね、うん、すごいしみじみしみじみ話しみじみ言っちゃいましたね本当に、うん、はい、お二人でこれからやってみたいことはないですか。僕はありますね。あ、皆川さんとですか。あ、ありますあります。ここのことはまだ。ああ、いいですよ。いいですか。はい。このプークー食堂曝露横山にあるんですけど、同じビルに賢明さんが、うん、引っ越してくる。引っ越してくるっていう。これ初。そうですね。初のニュースですが、はい、それはもう。何かやらないと。そうですね、皆川さんがこのエリアにいるっていうことはもちろん分かってたんですけど、はい、そのエリアに自分たちが引っ越すとは思ってなかったので、はい、いい物件を探していたら、はい、今東東京こっちのエリアってすごく人気なので、はい、今じゃないですね、もう15年ぐらい前から人気で、はい、そういう意味ではたどり着いたところのビルの、はい、ビルに皆川さんも住んでたっていうこれは何かができるんではないかという、うん、そうですよね、はい、これそれこそ運命信者としてはこの偶然を必然に変えて何かやりたいなと思いますね、はい、何が始まるかはお楽しみということですが、うん、それにしても年内にはもう始動しているの で、ね、はい、実際今日もここが何かこうやって、うん、発信できる場所になってるっていうことも踏まえて、何かできたらいいなっていうふうに、うん、そうですね、思いますね。この場所は今日はどういう経緯で選ばれたんですか。この場所の経緯は、まあちょうど良かった、ちょうど良いというか、まあなんかこう、うん、暖かい空気が一番こう、うんうん、そうですね、食堂っていう点では。いいかなっていう、はい、僕、はいはい、僕はもう本当に心地がいいですね、はい、そうです。前回の、ね、中村浩文さんの時はまた、はい、あ、それは印象が
美術館でできたんですけどね、はい、あれは中村光文さんらしいと思います。はいはい、はい、いずれこういうところでワインや食べ物を、うん、食べながらみんなで話したりできる場がまた作れるといいなとは思います ね、 すね、はい、好きな言葉どうですか。あ、大切な言葉とか。あ、僕ちょっと荒っぽいんですけど、はい、いいですか、はい、喧嘩っぽいんですけど、はい、やってから物を言えっていう。あ、これは多分ずっと言ってるんで、はい、どっかで笑ってる人いるかもしれませんけど、はい、やっぱりその文句言ったりブツブツ言ったりしてないで、うん、とにかく自分でやってみてから物を言う権利が与えられるんじゃないかなっていう意味では、はい、確かにずっとそうやってやってきました、うん、最近のクラウドファンドみたいなのも、はい、やっぱりその集まらなくてもやる、はい、っていうことが見えないと、うん、もうその人応援したいと思わないので、はい、それが見えるとやっぱりちょっとこいつあもしかして集まらなくてもやるんじゃないかなっていうのは、うん、そういう心意気が好きです。確かにやったことって決して完全にはならないし、うん、それはやってる本人もそう思ってるし、うんうん、その中にある不完全な部分を言っても始まらないっていうか、うんうん、それはやりながら解決していくことだし、うん、確かにやってから言えっていうのは本当にそれは自分の胸にも刻まなきゃって思いますけど、ね、あ、皆川さんのちょっと美しい言葉でを締めたいんですけど何でしょうね。何ですか。ありますよね、もちろんね。そうですね。でも一番好きっていうと何でしょうね。こう考えてしまう。こういう間ってこういう映像の中ではきっとNG なんでしょうけれど、まあ、ですよ、うん、好きなこともねいっぱいありすぎますか。それでいうと、あ、確かにちょっと似てるかもしれないけど、うん、最善を尽くすっていうことかもしれません、うん、つまり完璧にはならないから、うん、思いつく限りのことは、うん、さっきも言ってましたけど、はいはい、あの、うん、ベストっていうことじゃなくて、うん、やれる限りっていう、うん、ことでしょうかね。やれる限り頑張ろうと、はい、うん、ああいいですね、うん、まあ、美しい。その連続がちょっとずつなんかこう、うん、自分がいろんなことを知ったり理解することになるから、うん、それやれる限りにしておかないと、うん、なんか本当はできたことをやっておかないと、うん、なんかそこの部分の理解が抜け落ちちゃう。それできるできないも含めて、うんうん、いいですね、うん、もうちょっと頑張るみたいな。そうですね、うん、前京都市博物館の館長さんとお話ししてて、はい、文化って何ですかって聞いたことがあるんですよ、はい、どうせやるんだったらちょっといいことにするっていうのが文化だっていう、うん、それ面白いなと思って、うん、そうやってちょっとずつ前進していくとか、うん、どうせ料理どうせ食べるんだったらちょっといいものを食べるみたいなのは自分でできる努力だし、うん、今お話聞いてて思いついたんですけど、なんかちょっと最善を尽くすっていうのがこう文化度を高めていくんですよね、はい、自分のね、はい、そうですね、うん、なるほど、はい、ラストの質問、終わり、もう終わりですね、はい、もう1時間半経ったんですね、はい、これからの生き方で一番大切にしていきたいことは。うわ、おー、ね、最後らしい質問ですね。どっから行きましょうか。ね、今ふと思えた、うん。なんか自分たちは未来についてだけは、うん、とっても不確定なことを想像ができると思うんですよ、うんうん、で。その想像っていうのは、決してその正しいわけでもないし、うん、正しい必要があるわけでもないんだけど、うん、でも未来ってこうなんじゃないかっていうふうに思うっていうのは、うん、意外と自分の過去の延長線上の道でもあるんだけど、それすらもガラッと方向転換もできるし、うん、だから未来っていうものだけが今生きてる中で唯一不確定だとすると、うん、それはかなり
大きな視点で、それこそさっきの最善じゃないけど、できる限り希望のある未来を描いていた方が、結局それにその後出てくる現実っていう今っていうものは引っ張られていく可能性があるんじゃないかなと思うので、壮大な未来を描いて今を見ていくっていうことかなと思います。うわー、すごくいいお話で、これで終わりにしたい。そうですね、いい話ですね。壮大っていうのは決して経済とかそういうことじゃなくて、自分たちが得られる、考えうる可能性について、ということで皆さん、またこの続きがあるかもしれません ね、 ね、はい、では、今日は初めてこの YouTube ということで皆さんにお聞きいただいたんですけれども、実際このライブをしているかのようにご質問もいただけたり、直接お顔をお互いに、僕の顔や健明さんの顔はご覧になれてるかもしれません、慣れていますけれども、僕は直接お会いできていないんですが、この今日の時間が皆様にとって楽しいお盆のひとときであれば嬉しいなと思いますし、私たちも健明さんもまたこの日本に、これから日本を本当にまたプラスに変換していく人たちが、これからどうやってものづくりや場を作っていくのかなっていうのは、とても楽しみな時代に入ってきていると思います。もちろん今の、状況というのは厳しい、暮らしづらい状況も持ちながらですけど、そこからいろんなヒントが生まれているのも事実なので、そういうことをみんながシェアしていく社会になればいいなと思っています。今日はありがとうございました。健明さんもありがとうございました。はい、ありがとうございました。